皆さんこんにちは、オリタインドラムスクールの森谷です。本日は宣伝です。こちらです。こちらの宣伝ですね。どどん、僕のドラム教則本ドラムスティックコントロールを使った練習会を開催させていただきます。で、まあこれ一体どういう、練習会かというと、まあ、僕のねドラム教則本買ったけど、これって一体どういうことに使うねみたいな、どういう使い方をしたらいいのかわからないっていう人っていうのは、まあたくさんいると思うんで、テーマを決めてね、例えばアクセント練習とか左手強化とか、まあ、何かしらのテーマを決めて、左手強化に効きそうなパターンっていうのを僕のドラム教則本からピックアップして、それを皆さんで、90分間もひたすら練習しまくるという、まあ、そういう練習会なんですが、今回は対面参加とオンライン参加の2枠を融合させた新しい形のドラムセミナーっていうのを企画してみました。このご時世まだコロナの影響があるので、まあ、対面参加は、少人数制にさせていただいて、これはもうありがたいことに、ソールドしてしまったんですが、今回のこのイベントは京都で、行うんですが、まあ、京都のみならず、いろんな地方でね、東京の方とか北海道の方とか沖縄の方とか、まあ、いろんな地方の方も、参加できるんじゃないかと思いまして、今回こんな試みをやってみました。まあ、オンライン参加の方は、同時刻に参加できなくても、その日のアーカイブを残しているので、まあ、後日ね、それを見てもらいながら、教則本をね、照らし合わせながら練習をしてもらうっていうのも使い方としてはありだと思うんで、ぜひね、オンライン参加のご活用をしていただければと思います。日時は7月の25日の土曜日の、6時から行うんですが、詳しいね、内容やお申し込み方法は、まあ、概要欄の方に貼っておきますので、興味がある方は、直接ダイレクトメールか、LINE をいただけたらご対応させていただきます。はい。で、一応オンライン参加の方も僕直接、個人的にやり取りさせていただいているので、まあ、僕自身が対応できる範囲でさせていただこうと思っているので、まあ、定員は、まあ、20名ぐらいにさせていただきたいなと思ってます。もしね、こう YouTube ご覧の皆様も、まあ、興味がある方いらっしゃいましたら、まあ、ぜひね連絡をいただけましたら幸いです。はい。そんな感じで、がっつり久しぶりに宣伝させていただきました。レッスン動画最近撮ってなくてすいません。はい、こんな感じでまたお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。